県内では今日新たに9人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。県内の新たな感染者が1桁になったのは先月12日以来20日ぶりです。感染者を地域別に見ると浜松市で4人、磐田市、沼津市、伊東市、御殿場市などで1人です。また浜松市は高齢者の男性1人の死亡を発表しました。浜松医療センターのクラスター関連では医療従事者1人、患者1人の合わせて2人が新たに感染したことが分かりました。伊東市内の保育園のクラスター関連でも新たに1人が感染しました。一方、静岡市は2日ぶりに感染者がゼロとなりました。また県全体の新たな感染者の数が1桁になったのは先月12日以来20日ぶりです。しかし感染が判明した9人のうち5人が65歳以上の高齢者でした。患者さんの数自体は、割と低めの値で抑えられていますが、高齢者の方が増えてきているということですので、多くは、院内感染に、影響されているところもあると思うんですけども、市中でも発生していますので、県では引き続き油断せず対策をしてほしいと呼びかけています。